どうしよう。絵文字たくさんだ。もうじゃあ書きませんもう。書けました。え、はい、今回ねたくさん書きましたのでぜひ見てください。はい、まずケイちゃんにピカトンさん、ありがとうございます。これ邪魔なんです。ありがとうございます。いらっしゃるかな。ありがとうございます。あ、I love you。 はい、次91、佐々木俊介さん、ありがとうございます。たまにコメントで見かけます。たまにね、このコメントにいらっしゃるの見かけます。ありがとう、いつも配信見に来てくれて。ありがとうございます。はい、うわうわうわはい、次。いや、俺配信してたの見てないとって感じだよね。ちょっとどうしましょうって感じだけど、はい、次 KJ まゆちゃん、まゆちゃん今体調崩してるから大丈夫かな。まゆちゃん、ありがとうございます。これからもうちらの推しメンかわいいだよ。お大事に、まゆちゃん。今度見てもらおう。ありがとうございます。あ、次89位。あ、ちょっと待った、ハートの書き忘れがあったわ。うわ、危ない。え、これチャットに載せて大丈夫なの ?89位。高尾さん、ありがとうございます。リュータンの絵文字がいっぱいついてたから、リュータン推しだね。ありがとうございます。あ、そうなんだ、サフリン。じゃあチャットにあげていいのかな。
よくゆうたんところにいらっしゃいます。いいね、面白い、ありがとうございます。よし、そういう話はメンバーと、まあじゃあ聞いてみるわ、メンバーとしてみます。うん、でなんかそんなにお仕事の話、まあするけどしない、なんていうの、メンバーとお話はするんだけど、お礼配信って別にここじゃん、ここでやるものだからさ、ここでやるものはあんまりだけど、みんなでやるものとかどうするこうするとか話はするね。あと普通にプライベートの話とか、うんうん、まあそんな感じ。てか汗かいてきちゃう、髪汗かいてきてちょっと濡れちゃって、よいしょ、全部チャット載せるの大変じゃない、もう写真撮って載せるだけだしな、なんだろう、一面一緒にしてよければ、ニキトラさんは77の5にあげてたからチャットも大丈夫だと思うよ。なるほどね、チャットも見てくださる方あれだよね、限られるよね。そう、4枚っていうかさ、これ1枚全部じゃダメ、1枚全部じゃダメですか、だよね、俺チャット通ってない、あっあそう、チャット通ってなんか、メールとかの方が通ってる方多いし、でもちょっと、うん、あ、いい、これいい、まあじゃああげるとしたらこれにします。まあ聞いてみますね、あ、ぼーっとしてた。ぼーっとしてました。すみません。ちょっと疲れるの大変。疲れるの大変。変な言葉でがんって、ん？変な言葉が出ました。ごめんなちゃい。ねえ、意識飛んでた。頭すんのやつ。ちょっと休憩ちょっと休憩、甘いのだってまないし、今日お友達とご飯行ったんだ、配信時間を縮めてまで言うことはちょっとあれだった、俺だと思うけど、でもちょっと食べたい、いいね、ママさんクラッカー一つ、マスカットも確か残ってるよね、お芋でもいいし、生ハムも欲しいけどなくてもいいから、あ、確かに事前にね書いてたら、でも配信中に書くのもいいじゃん、例えばこうやって今コメントしてて、そのコメントしてた内容を、あ、じゃあこの人これ書いてたからこの内容書こうとかでも
内容につながると思うし、でもまあ別に事前に書いとくのもありですね。メンバーってみんなどうやってるんだろう。しかもさ、うち学校行ってるしさ、でも結構長々とゆっくりやっていくと思います、この例配信は。だから1位の人とか上位の人は結構後になっちゃうかもしれないから、ごめんね。そう、学校行ってる間にこんなの書いてたら不審に思われちゃう、みんなね。ありがとうみんな。しかも愛がこの活動してるの知ってるの少ないと思うからさ、1位の人は1ヶ月後だね。そんなにかな、ごめんね。もしかしたら途中でやめてて1位の人終わってないとかになったらどうしよう。なにこれ、なにこれ、チョーク、クレヨン、なに、欲しいの、クレヨン渡された。あんま好きな匂いじゃない。ちょっとごめんなさいだけど食べません。ジャカリータカーから食べます。バーコード読み込み、美と健康を考えた高カカオプロフィノール、疲れたかか、 CM できるかも。じゃあ CM 風に食べるね。今宙に浮かんでるシーン、わー、とろける、苦いとろけない、苦い、うん、苦い、でも食べれる、食べれます。はい、もう大人の味食べれます。かまゆあんまチョコレートのこういう板チョコの、ね、ミルクはちょっと、しかも溶けやすいみたいなやつは口の中にぶわっとろって広がるからあんま好きじゃないんだよね。だからうちはこれの方がいいかも。めっちゃごめん、今口に入れながらなのに。
そう、学校の先輩、ちょっと喋れる先輩に学校帰りやって、お疲れ様ですみたいな挨拶して、そしたらお疲れ、バイバイ、じゃあねみたいになったんだけど、そのね、グループの一人の先輩がめって投げキスして、そしたらうちはキャーって発狂しちゃったん。うちはいつも書いてる一面で帰ったらキャーってキャーって発狂しちゃって、うちは先輩たちもめっちゃ笑ってたっていうお話。女の先輩だよ。ぜひご機嫌。でもどうだろう、アイドル顔、アイドル顔、なんかアイドル顔っていうかはダンサー顔系かも。かっこいい系の顔してる、クールな感じ。そうよ、勉強も頑張ってるの。ちょりまりみたいに同級生で同じ来るって面白いかもね。え、どういうこと？ね、何歳の方が来るか分かんないよね。もしかしたらマイナさんよりも年上の方が入ってくるかもよ。あ、痛い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 。どうする、マイナさん30歳の方が入ってくるかも。でさ、もうアユがさ逆にさ敬語になっちゃうんだけど、幼稚園じゃなくない？だって満12歳以上だよ。だから幼稚園じゃさすがにないね。ね、ワンちゃんとあゆの同じ学校から入ってきたらどうしよう。ちょびっと来ます。初めて年齢知っちゃって、うん、俺も5期生大丈夫かな。ダメです、女性のみです。自分が女性だと思う人のみです。いや気まずくなるでしょ絶対。気まずくなっちゃうわよ。一面の一人はさ、ご記者になってさ、いつも学校でキャハハハって感じなのにさ、あのお仕事場行った時お疲れ様ですとか言って敬語使ってたら超気まずい。それも学校の先輩とかだったらもっと気まずいかも。あの学校の先輩お疲れ様ですとか、学校ではお疲れ様ですって言ってるのに、あのこっちではあお疲れーって感じだった。気まずい、気まずい、キャーキャーキャー。同じね、同期だったらいいんだけど、あ同期で同級生とかだったら一番いいんだけど、ゆうたんうちの学校に入ってきてくれないかな。
僕実はここは女よ。じゃあまあ女って思うなら書類でも送ってみたらいいんじゃないですか。落ちるか受かるかは別として。はい先輩なのね。そうよ。で俺が学生になったらあゆに敬語で話してばし。そうだよ、敬語で話さなきゃだよ。すごい、みんな5期生になる気満々だね。みんな5期生になる気満々だね。ゆうたん頭いいから。ああいうの学校ももしかしたら超絶頭いいところかもしれないじゃないですか。何ですかその決めつけは。あの何ですかその決めつけ。ああいうが行ってる学校絶対バカじゃんみたいな決めつけ何ですか。もしかしたらああいうもさすごい学校にいるかもしれないじゃないですか。バブミちゃんも先輩になるね。そうよ、アイちゃんも先輩になるんだよ。ゆうたん受験終わった夢の国行きたいらしいからいろいろ教えてあげて。あ、そう、うちがねあの夢の国行こうねって話をしたら、でも受験生だから3月とかに行けたらいいねって話してて、ワンちゃん夢の国に行く相手はあゆかも、デートの相手あゆかも。でもあゆワンちゃん夢の国にもしかしたらもしかしたら、もしかしたら、宿毛矯正かな、もしたいって。え、うちさ、宿毛今度さ、ワンちゃん病院ってする予定なんだよね。今このアホ毛ちゃんがたくさん出てきてるから、そのアホ毛を抑えたくてですね。最近アホ毛えぐいよ、アホだからかな。頭いい悪いと勉強できるのは特別だね。そうだよ、勉強できてもさ、勉強できてもやっぱ将来働けるか働けないか違いじゃないですか。なんだこいつって感じだよね。ごめんなさい、どっから見せんなんだろう。本当にごめんなさい、謝っときます。もうちょっとなんか上から見せんな感じになっちゃった、ごめんなさい。本当に心から謝ってます。蜘蛛矯正はかけて 2,3 日はあんまり結んだりしないで後つけないようにして、でかけでもかけたらまあ巻いたりストレートにしたり結んだりいろいろしても、かけて時間が経ったら全然何しても OK って感じです。だから宿毛矯正かけて公演とかかけた次の日とか、まあその次の日とかとかだと、あ待って今見せよう、こんばんはって来た。はい91、佐々木俊介さん、ありがとね、ミニイベント見て書いたんだよ、ありがとね。あゆみちゃん可愛いってありがとね。ありがとうございます。伝えられてるかな。あゆみちゃん可愛いってコメントしたらもういなくなっちゃったとかかな、大丈夫かな。ありがとね、よし、オッケー、ごめんなさい。はい、ではダンジョン読みしましょうか。57分なのでね、いきます。13位さとまさん、ありがとうございます。12位おとぴゃん、ありがとうございます。11位とんすけ、ありがとうございます。10位クリキントン長官、ありがとうございます。9位タムちゃん、ありがとうございます。8位鉄夫、ありがとうございます。7位ウッチー、ありがとうございます。6位ボン、ありがとうございます。5位コウスケ、ありがとうございます。4位エイタロウ、ありがとうございます。3位シノブ、ありがとうございます。2位アクツ、ありがとうございます。
そして1位はトマゾー、ありがとうございます。ありがとう。そう、明日はね、あ、89位まで書いたので88位からまたやります。多分明日やる、多分明日します。じゃあまた明日ね。多分また明日もゆっくりめにやるから休憩とかしちゃうかもしれないし、しないかもしれない、しちゃうかもしれない、しないかもしれないはい、明日88回です。はい、そうです。じゃあね。明日夜公園行くから来れない。あ、明日そうだね、公園ある方は公園あるんだ。あれだ、いいな、かくたさんたくさん仮装待ってますよ、夜公園行く方。じゃあ31に仮装したいけど、あ、あの仮装があった、大丈夫だ。あれは31にみんなとハロウィンパーティー配信にしようと思ってるから、それもよろしくね。みんなで仮装しようね。じゃあねー、バイバーイ、おやすみなさーい。